皆さんこんにちは。今回は K-POP グループエスパのメンバーカリナさんについてお話しします。人気と才能を兼ね備えたカリナさんですが、デビュー以来さまざまな騒動に巻き込まれてきました。今日はカリナさんをめぐる衣装トラブルや炎上騒動について詳しく見ていきましょう。まずは最近話題になった衣装に関する問題から見ていきましょう。2024年10月6日、エスパは 2024K リンクフェスティバルに出演しました。このイベントでカリナさんは非常に短いタイトなドレスを着用していました。ドレスの丈が短すぎたため、激しいダンスの最中に衣装がずり上がってしまう懸念がありました。カリナさん自身も何度も裾を下げる仕草を見せており、衣装を気にしている様子がはっきりと分かりました。この状況に多くのファンが心配の声を上げています。実はカリナさんはここ最近衣装トラブルに何度も見舞われているのです。2023年11月には針が刺さった衣装を着用するという驚くべき出来事がありました。カリナさんは舞台に立って初めてこのことに気づき、急いで針を取り除いたそうです。同年12月にはさらに深刻な事態が起こりました。2023ミュージックバンクグローバルフェスティバルでカリナさんが着用していたチューブトップの肩紐がパフォーマンス中にちぎれそうになったのです。衣装の留め具は3分の2以上がちぎれており、あと少しで完全に外れてしまう状態でした。もし完全に外れていたら大きな衣装事故につながっていた可能性があります。そして2024年6月にはカリナさんの腕と脇のあたりが真っ赤になるという問題が発生しました。これは衣装によるスレが原因ではないかと見られています。これらの衣装トラブルについてファンからは安全性と快適さを考慮してほしいという声が上がっています。また際どいアングルで撮影する人がいることも懸念されており、カリナさんのプライバシーと安全を守るべきだという意見も出ています。これらの問題に対してスタイリストや所属事務所の SM エンターテインメントに改善を求める声が多く聞かれています。ファンはアイドルの安全と快適さが何より大切だと考えているのです。次にカリナさんをめぐる様々な炎上騒動について詳しく見ていきましょう。カリナさんは2020年にエスパとしてデビューしましたが、その前から注目を集める存在でした。高校時代からインスタグラマーとして人気があり、なんと SM エンターテインメントにはインスタグラムのダイレクトメッセージでスカウトされたという珍しい経歴の持ち主です。しかしデビュー前から知名度があったがゆえに、様々な噂や炎上騒動に巻き込まれることになりました。まず練習生時代のいじめ疑惑についてお話しします。カリナさんは約3年の練習生期間を経てデビューしましたが、その間に他の練習生をいじめて退所に追い込んだという噂が広まりました。しかしこの噂には具体的な証拠がなく、カリナさんがデビューすることを妬んだ人間が流したデマだと考えられています。次に未成年飲酒の疑惑です。韓国では19歳から飲酒が認められていますが、カリナさんが19歳になる前に飲酒をしていたという噂が広まりました。しかしこれも証拠となる写真等はなく、根拠のないデマだと言われています。続いて先輩アーティストへの悪口疑惑について見ていきましょう。カリナさんがデビューする前に友人とのチャットが流出したという噂が広まりました。そのチャットの中で BTS の RM さんとジミンさん、そしてエクソのカイさんの容姿に対する悪口が書かれていたとされています。特にエクソのカイさんは同じ SM エンターテインメント所属の先輩であるため、もし本当だとしたら大きな問題になっていたでしょう。しかしこれらのチャットも捏造の可能性が高いと指摘されています。実際カリナさんとカイさんが後にカップルダンスを撮影する企画があり、その際の2人のやり取りが初対面のようだったことから、悪口疑惑は信憑性が低いと考えられています。さらに所属事務所も法的措置を取ると発表しており、これらの噂が捏造だった可能性が高いことを示唆しています。次に TWICE に関する発言疑惑についてです。カリナさんが TWICE なんてすぐ超えるという旨の発言をしたと噂になり、 TWICE のファンを中心に炎上する事態となりました。しかしこの発言の真偽は不明であり、文脈がわからない中で切り取られた言葉が一人歩きした可能性も考えられます。芸能界で活躍しようという意気込みで超えると言ったのかもしれません。それでも韓国ではかなり炎上してしまったようです。続いて NCT に関する悪口疑惑です。エスパのデビューと同時期に NCT の新メンバー2人がデビューしましたが、カリナさんがその新メンバーの容姿に対する悪口を言っていたという噂が広まりました。さらに
NCT よりエスパの方を先にデビューさせろという旨の発言もしていたとされ、大きな炎上に発展しました。しかし、これらの噂にも具体的な証拠や根拠はなく、実際に言っていたかどうかの真偽は不明です。カリナさんは、噂レベルでの炎上が非常に多いことが特徴的です。次に、事務所批判に関する炎上についてお話しします。カリナさんの父親が SM エンターテインメントの作曲家であることから、コネ入社ではないかという噂が広まりました。そんな中、カリナさんが事務所に対して、うちの事務所終わってる。この事務所本当に終わりみたい。YG かビッヒに移ればよかった。などの発言をしたと噂になりました。これらの発言は非常に過激な内容であったため、韓国内では大炎上し、SNS でも多くの批判を受けることになりました。しかし、これらの発言もカリナさん本人のものだという具体的な証拠はなく、デマの可能性が高いと言われています。最後に、最近起こったアニメ推薦による炎上について見ていきましょう。カリナさんはアニメファンとして知られており、様々なお気に入りのアニメを紹介しています。2023年6月、カリナさんが僕のヒーローアカデミアを紹介したことで中国からの批判を受け炎上してしまいました。この炎上の原因は、僕のヒーローアカデミアに登場するキャラクターの名前シガマルタが旧日本軍の731部隊で人体実験に使われた捕虜への隠語を連想させるという批判があったからです。この問題は非常にセンシティブで、僕のヒーローアカデミアの作者もシガマルタの名前を変更するほど中国では大きな議論を呼んでいました。しかし、カリナさん自身はそのような騒動があったことを知らずに投稿してしまい、結果として多くの批判コメントが殺到することになりました。カリナさんのインスタグラムには以下のような中国語からの批判コメントが寄せられました。731人の実験犠牲者の魂を怒らせるでしょう。731の非人道性を知らないのね。彼女が謝るのを待っている。これらの批判に対してカリナさんは謝罪し、以下のようなコメントを発表しています。過去にイシューがあった作品だったことを一歩遅れて知った。私が見た時にはキャラクターの名前はすでに変更された後だったので、以前のことは分からなかった。特別な意図があっておすすめしたわけではないので誤解しないでほしい。このようにカリナさんは意図せずして国際的な問題に巻き込まれてしまいました。これらの炎上騒動を振り返ってみると、最後のアニメ推薦の件を除いてほとんどがデマや根拠のない噂だったことがわかります。カリナさんがデビュー前から注目を集めていたからこそ、このような噂が広まりやすかったのかもしれません。しかし、これらの噂や炎上騒動にもかかわらず、カリナさんはエスパの中心メンバーとして活躍し続けています。彼女の才能とパフォーマンス力は多くのファンに認められており、エスパの成功に大きく貢献しています。ここでカリナさんのキャリアやエスパでの活動についてもう少し詳しく見ていきましょう。カリナさんは2000年4月11日生まれの24歳で、本名はユジミンです。身長は168センチとモデル体型で、その抜群のスタイルと美貌からエスパの顔とも呼ばれています。カリナさんは高校時代からインスタグラマーとして活動しており、その美しい容姿で多くのフォロワーを獲得していました。そんな彼女の魅力に目をつけたのが、 K-POP の大手芸能事務所である SM エンターテインメントでした。通常 K-POP のアイドルはオーディションを経て練習生になることが一般的ですが、カリナさんの場合は珍しく、インスタグラムのダイレクトメッセージでスカウトされたのです。この異例の経歴は、カリナさんの魅力がいかに特別だったかを示していると言えるでしょう。 SM エンターテインメントに入社後、カリナさんは約3年間の練習生期間を経験しました。この期間中、彼女は歌唱力やダンススキルを磨き、アイドルとしての素養を身につけていきました。そして2020年11月、カリナさんはエスパのメンバーとしてデビューを果たしました。アイドルとして曲のリリースだけでなく、さまざまな雑誌の表紙を飾り、多くのブランドの広告モデルとしても活躍しています。特にファッションブランドや化粧品ブランドとのコラボレーションが多く、彼女のスタイルと美貌が高く評価されていることがうかがえます。今回紹介した衣装問題や炎上など批判の声に負けず、これからも活躍していってほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。